内閣官房国土強靭化推進室の後藤です。本日は日本と米国の土木学会によるインフラレジリエンスに関するオンラインシンポジウムにおいて、日本の国土強靭化、さらにはその中の一つのプログラムである流域治水に関してお話をする機会をいただきまして、誠にありがとうございます。近年、我が国では毎年のように全国各地で自然災害が発生しております。東日本大震災から本年で10年でありますが、その後も平成28年の熊本地震、また平成30年の北海道胆振東部地震など地震の発生をしております。また近年の気候変動の影響により、毎年のように全国各地で水害が発生しています。このスライドはその状況を示したものであります。我が国では昭和36年より水害による被害額の統計を取りまとめております。毎年のように水害が発生しておりますが、令和元年の水害被害額は全国で約2兆1500億円となり、東日本大震災の津波を除くと、水害被害額が統計以来最大となっております。また、津波災害を除くと、令和元年東日本台風による被害額は約1兆8600億円となり、これも統計開始以来最大の被害額となっております。我が国では戦後直後の度重なる洪水被害を踏まえて、治水対策を強力推進することにより、人的被害は大幅に軽減したものの、経済成長にの進展に伴い、資産が増大することにより、経済的被害は甚大なものとなっております。2030年を目標とする SDGs でも、水関連災害による死者や被災者数を大幅に削減し、経済的損失を大幅に減らすことが求められております。国土強靭化を進めるためには、事前の防災対策が非常に重要であります。我が国の近年の災害を見ると、水害による被害額と復旧に要する費用は、事前の防災対策に要する費用の5倍から6倍の被害が発生しております。度重なる水害の発生状況を考えると、大災害が全国のいつ、どこで発生してもおかしくない状況であります。国民の生命財産を守るためには、今後も中長期的に必要十分な予算を確保し、事前の防災対策をしっかり進めることが重要であります。このスライドは、令和元年東日本台風による阿武隈川の被害を表したものであります。阿武隈川においては、事前に必要な整備費として約1300億でありますが、この投資がなかったために、今回の台風では約7000億を超える被害が発生しております。事前の防災対策による効果としては、被害を大きく軽減でき、特に人命を守ることにつながることや、災害後の復旧や被災者の生活再建等にかかる費用、社会経済活動への影響などを軽減できるなど、後手に回ることがないよう、着実に事前に対策を進めることが必要であります。国土を強靭化していくためには、大規模自然災害発生時に人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず迅速に回復するショック耐性、強さと回復力、しなやかさを備えた国土
経済社会システムは平時から構築していくことが非常に重要であります。このグラフは1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数を示したものであります。時間雨量50ミリを超える短時間降雨の発生が増加している。この気候変動の影響により水害のさらなる頻発化、激甚化が懸念されております。このスライドは国土交通省において気候変動に伴う降雨量や洪水の発生頻度の変化をシミュレーションしたものであります。気候変動シナリオとして2度上昇する場合の降雨量は全国においては約 1.1 倍、流量では約 1.2 倍、洪水の発生頻度が約2倍となることが示しております。近年の水害の発生状況や気候変動の影響を踏まえると、今後も施設の能力を超える洪水が発生することを前提に治水対策を進めていくことが重要であります。気候変動の影響や我が国における人口減少や少子高齢化の社会的な動向、また 5G や AI などの技術革新などの変化を踏まえて、あらゆる関係者が共同して流域全体で行う流域治水へ転換をしていくことが重要であると考えております。今後は河川や下水道、管理者主体のハード対策、また河川区域や氾濫域における対策を行ってきた従来の治水対策から、あらゆる関係者の共同による対策、あらゆる場所における対策を実施する流域治水へ転換していくことが重要であると考えております。このように河川管理者等が主体となって行う河川整備等の事前防災対策をさらに加速させることに加えて、あらゆる関係者が共同して流域全体で行う流域治水への転換を推進し、総合的かつ多層的な対策を行っていきたいと考えております。このように流域治水とは、堤防の整備、ダムの建設、再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者が共同して水災害対策を行う考え方です。治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮したものに見直し、集水域と河川区域のみならず氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じて氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減、早期復旧復興のための対策をハード、ソフト一体で多層的に進めていきたいと考えております。今後の流域治水対策の進め方としては、まずはじめに近年各河川で発生した規模の洪水、内水被害に対応する流域治水を進めるとともに、気候変動の影響を踏まえた河川整備基本方針や河川整備計画を見直し、その後気候変動で激甚化する洪水、内水に対する被害を回避するための対策を進めていくという手順を取りたいと考えております。
ここからは流域治水対策を含む我が国における国土強靭化を推進するために昨年12月に閣議決定をした防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策について説明をさせていただきます。5カ年加速化対策では激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策、予防保全型のインフラメンテナンスへ転換するための老朽化対策、国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化の推進など、国土強靭化を進めるため、令和7年度まで5カ年間に追加的に必要となる事業規模を定めて対策を講ずることとしております。対策は流域治水を含む流域治水対策を含む123対策、通常の予算に追加的に必要となる規模はおおむね15兆円程度を目途とし、令和3年度から令和7年度までの5カ年間で集中的に対策を実施することとしております。流域治水対策はこの5カ年加速化対策において主要な一つのプログラムであり、河川流域のあらゆる関係者が共同して流域全体で行う治水対策、流域治水対策を関係省庁で連携して推進することとしております。河川・ダムの整備、下水道・砂防・海岸、また農業水利施設、水田や国有地の活用など、本対策における達成の中長期の目標を定め、5年後に達成状況を定め、対策を進めることとしております。このスライドは5カ年加速化対策における中長期目標の設定について表したものであります。例えば流域治水対策の河川整備でありますけれども、一級河川における近年の最大洪水に対応した河川の整備率が現在 65% であるものを中長期的には 100% まで持っていく。本5カ年の加速化対策の投資により、通常の予算では令和32年度頃までかかっていたものを5年前倒しをするということであり、一級河川の整備率が5カ年対策後、令和7年には 73% まで上昇させることが、この目標、この加速化対策で設定されております。このスライドは、5カ年加速化対策による事業費の投入と目標達成時期の前倒しの関係を表したものであります。河川整備において棒グラフのような通常の事業費に追加的に5カ年対策において5カ年事業費を投入することにより、目標達成年次を令和32年度から令和27年度に前倒しをし、現況の河川整備率を 65% から5年後には 73% まで上げる関係を表しております。国全体としての5カ年加速化対策の中長期の目標や対策を説明してまいりましたが、今後は各地域の計画に落とし込み、その地域の目指すべき姿を具体的に示した上で目標に向け対策を進めていくことが重要であると考えております。そのためには各分野において施設管理者が作成する施設整備計画を踏まえて、地方公共団体が目指すべき将来の姿を
地域計画として策定していくことが重要であると考えております。本日は我が国の災害の状況、それを踏まえた流域治水への転換、またそれを予算面で支えるための国土強靭化のための5カ年対策について説明をしてまいりました。今日のお話が皆様のお役に立てれば幸いです。どうもありがとうございました。